さんという女性がですね、はい、まあまあ彼氏と同棲してるんですけど、うん、でその A さんちょっと霊感がねちょっとあるらしくて、はいはいはい、でまあレベルでいくとね、うん、霊感レベルでいくと、うん、なんかあそこ見えたとか、ああなんか聞こえるんだけどぐらいなんですって。そんなに強いわけではなく感じて思ってたんですって。で、うんうん、ある日ね、うんうん、この会社からの帰り道ですよ、はい、まあ最寄り駅で降りて家までのねこの道のりの間に、うん、まあまあコンビニの前とかを通ってくるんでそんなに別に危なくはない通りをね、うん、帰ってくるんですけど、はい、ちょうどねそのコンビニの前をこう通りかかった時に、うん、こうすれ違った男性が、うん、その男性の顔っていうのがもうなんかもう何があったんっていうぐらいの、ドーみたいになってて。落ち込んでんのか、テンション低く。ギャンブルで負けました。あまあまあね。そんな感じ。振られましたみたいな。ああ、なってて。何この人と。この世の終わりみたいな顔してるじゃないですか、と思いながら、A さんこのすれ違った瞬間に、うん、右肩がズンってなったんです。なんか乗っかられたんじゃないのって思ったんです。なるほど。なんかめちゃくちゃもう本当に、うん、もう何かをこう掴まれてるみたいな、もうそんな強い感じでグーって思うんですって。肩こりとかのレベルじゃないんです。何これもう怖い怖い怖いと思いながら、でまあまあ家帰って、うん、でまあ彼氏と喋ったりね、お風呂入ったりしてたら多少はね、うん、気にならなくなったんだけど、うん、まあ寝たらなんとか治るかなぐらいで思いつつ、次の日起きたらもう本当にこっちがこう本当に何かにこう掴まれてるような感覚、なんかめちゃくちゃ重いというよりはなんか掴まれてる感覚が、掴まれてるって嫌だよね。これ何なのと思いながら、うん、まあまあ会社行ってね。で次の日ですよ、うん、次の日またねこう帰ってて、うん、で前この前にその男性とすれ違った、うん、コンビニの、はいはいはい、通りね、はい、うん、その辺りをまあまあ歩いてる時に今度は左肩が昨日と同じようにズンってなります。で今度はこの何かが乗ってきたと同時にこう何かに掴まれてる感覚も同時にしてきたんですって。うわ。だからこう後ろからちょうどこうされてるような感覚がずっとするんですって。めっちゃ嫌だね。でそうなってくるともうちょっと気持ち悪いから彼氏に言ったんです。うん、なんかね2日前からなんか、ね、男の人とすれ違った時になんかこう右肩になんか乗っかってる気がするのよ、うん、みたいな。いや気にすんなよってお前気にしすぎだからみたいな感じでね取り合ってくれないんです彼氏は。でなんかねなんかこうネットでゲームしてるんですよ彼氏がね。あ全然やってくる。こっち見てくんない。そうだからこういう状態で大丈夫だよお前、気にすんなよお前ね。こう女心が離れるしね。そんな絶対もうちょっとちゃんと見てよねとか、ね、聞いてよってなるんですよ、ね、うん、なぜ聞いてくんないのみたいな感じで、で3日目ですよ、うん、3日目ね、まだ帰り道です。もう嫌なんですよ、その通らざるを得んかったんかな、コンビニの前を通るのが嫌なんですよ、うん、だからちょっとねちょっとそのコンビニの方じゃなくて逆側から、あ素晴らしい、それがいいよ、行ってみたんです、それがいい、うんね、逆側から行ってみたら大丈夫だろうと、もう両肩重くなってるから、もう何にもね乗っかるスペースがないだろうと、うん、でねこうコンビニの逆側こう歩いてったら、うん、今度右足がズンと、そっちも来んの、同じリアクションしたもん。そっちも来るの。いや、そうでしょ。絶対もうこれ、上で終わりと思うもん。でしょ？こっちになるんですって。嘘でしょ？と思って。で、この肩はね、こう掴まれてる感覚あるじゃないですか。うん、こっちの場合は、なんかこう、何かが巻きついてる感じがするんですって。腰のところに。ああ、なるほど。で、4日目ですよ。はい。4日目。うん、もう本当に通りたくないじゃないですか。まあね、どこ行ったらいいんだろうってことになっちゃうね。だから、もうね、そのコンビニを通らずに、うん、もう遠回りして帰ろうかなと思って。あ、なるほど。で、そのコンビニの前で曲がろうと思ってね、うん、うん、その違う道から行こうと思ったら、うん、今度左の腰がズンってなったんですよ。どこ通ってもじゃん、これ。あ、この
コンビニの前がそのきっかけではないんだって思うんですよ。はいはいはい、はい。なんでと思って、うん。したらまた左のね、この星のところを何かが巻きついてる感じがするんです。いやもう本当に辛いんだけど、と思いながらこう帰ってる時にピンときたのが、うん、ははー、自分の後ろに、こうなってるなと。うん、あー、なるほど。おんぶの状態。はい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 。おんぶの状態になってる。これ、一日ごとに、うん、右肩、左肩、ね、右足、左足ってこう巻きついてるじゃないですか。5日目やばないってなったんです。てか、この先っていうか、どうしてくるんだろうと思うよね。そう。で、もう5日目の状態ってなったら、もうなんかもう考えすぎかもしれへんけど、命取られるんじゃないかと思って、うん、めちゃくちゃ怖くなって、で、もう仕事もね、もうちょっと上の空でやる感じになって、うん、で、ちょっともう夜やと怖いんで、うん、もう定時で上がって、うん、すぐ帰ろうと思って。それはいいよ。で、彼氏に連絡取ったら、あ今日家に、いるよってなって、うん、でご飯一緒に食べようねみたいな感じでもう、定時で帰ったんです、はい、で帰った時に、そのねコンビニの前を通るじゃないですか、うん、でコンビニの前を通る時に、うん、まあ夕方ぐらいなんでね人通りがこう多いんで、はいはいはい、まあ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 そうそうそう、まあまあ、夜帰ってる時より大丈夫だからっていうので、うん、でこうコンビニの前通り過ぎた時に、うん、すれ違ったとある男性がいるんですけど、うん、その普通の男性ですよ。普通の男性がこう通ってった瞬間に、うん、通り過ぎた瞬間にスッて体軽くなったんですって。ほう。そしたら、うん、その男性ね、スッて軽くなったから、何ってこう後ろ向いてみたんですって、うんうん。パッて向いてみたら、その男性が、あ、かわいそうってなってるんです。かわいそう映った。映ったっす。だから、A さん的には、助かったじゃないですか。まあまあね。よかったじゃないですか。ラッキーっていうかちょっとあれだけどさ。でも、そのすれ違いざまに、その乗っかってしまった人には申し訳ないんだけど、私はこれでよかったんだと思うんですよ。助かりました。みたいな感じなんだけど、家に帰って、彼氏いるって言ったでしょ。で、彼氏がね、こうパソコンしてて、で、ただいまーつってこう家帰って、ああ、お帰りーつって、ねえねえ、聞いてよ。さあ、つって、ね、何日か前から私、こう、右肩が重いとか、こう、左肩が重いとか言ってたでしょつって、彼氏を背中越しにね。あ、また、ね、またゲームかなんかやってるから。で、背中越しに、で、言ってたでしょつって。で、さっき帰ってくるときに、コンビニの前で、男性とすれ違ったときに、その男性とすれ違った瞬間に、私の肩から重いのが取れたのよ。うん、で、取れたと思って、後ろ振り返ったら、その男性が、今度、なんか、乗っかられたみたいな、こう動きしてたから、多分向こうに映ったんだと思うの、みたいなこと言ったら、彼氏がね、こう打ちながら、助かったなっていう、その男性の言葉と違う言葉で、へー、助かったなっていう声が被ってきてたんですって。誰の声ってなって。大丈夫って言ったら、何普通の彼氏の声なんです。その、ね、彼氏についてるとかじゃないと思うんですけど、もうその声が一瞬違う、その霊が助かったなって確実に言ってたみたいな声の帰り方だったんですって、この彼氏から。まあ、もう今、まあそんな声してない。そうしてない。のがバッていきなり来たと、その時はね。へえーまでは彼氏の声なんです。助かったなとかこう何かがこうカットインのタイミングめっちゃ難しいじゃん。そうダブルでこう聞こえてくる。すごねえみたいになって大丈夫ですよ何がって言われて、いや助かったのお前だよつってよかったねみたいな。ここまでやり取りはね、まあ、普通にその後もう大丈夫普通のやり取り終わったってことでしょ。めちゃくちゃ怖いんですよ。それは怖いよね。N 君にしますね。じゃあ N 君ね。これ N 君って人当たりだけはいいんですよ。はあ、はい、あ。人当たりだけは良くていい、ね、その辺大丈夫なんですね。とてもいいこと。まあ、ただうまくいかない時も、まあ、大いにありますよってね、うん、言ってたんですけど、で、はい、そんな N が体験した話なんですが、はいはい、とあるカップルと内見した時、うんうん、まあ、30過ぎのカップルで、まあ、イケイケな感じのカップルですよ。
まあなんかね、僕みたいなやつです男性多分。うわー、ね、失禁3ヶ月取りたいわ。え、2ヶ月のところ3ヶ月礼金4ヶ月取りたいわ。めっちゃ取るやん礼金。腹立つから。で、うん、まあまあ隣はそういう男性にぴったりな女性って言ってましたね。だから分かるよ、ね、おとなしい感じ。おとなしい感じじゃないです。あ、そっちじゃない。いやでも似たような感じです。2パターンあるじゃん。イケイケの。あ、イケイケか。はいはいはい、イケイケがイケイケを連れてるわけだ。そう。だからこじらせハスキーみたいなね。それいや、わかるよ。俺はそして好きだし、こじらせハスキーは。わかるけど、うちの太田プロのね。こじらせハスキーです、ね。あ、みたいなタイプがね。で、見に行った物件っていうのが、ちくわさのね、1LDK の部屋数は多くないマンションなんです。あ、なるほど。で、挨拶もね、まあまあ適当にそこそこして、はい、で、こう、オートロックの鍵を開けて、こっちでーすってね、こう開けた時に、なんかね、後ろの方で、なんか嫌な感じにひそひそ話してるんです。ああ、女性の、なるほど。みたいな。ちょっと聞こえてきたのは、なんか嫌な感じみたいな。ここ聞こえてて。で、イースエンドプラスユリなんじゃないの、それ。いい感じ、いい感じ、嫌な感じを、の歌詞何みたいな。ふるぅ1ユリだったんじゃないの。1ユリじゃないです。なかったんですか。違うよ。違ったんだ。だよねーの。じゃないんです。違うんですね。違う。なんか嫌な雰囲気すると。で、うん、なんか嫌な感じ、もう自分のこと言われてるって思った。あー、なるほど。M は。そっか。はい、そういうことね。うん。なんかあの不動産屋さん嫌な感じみたいなね。なんか、キモいんだけど、じゃないですけど、なんか言われてるような気がして、はいはいはい、いや、もう、これやばいやばいと。うん、200% の接客態度で臨もうと思ったらしくてね。で、こう、ダウンって案内するんですけど、はいはい、その男性の方が、いや、角部屋じゃねえから、俺嫌だな、みたいな、その部屋のところに文句言うてんすって。なるほど。で、早速こう、男性がブー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 言うとるもんだからね。はいはい、このマンションの、いいところを、プレゼンしないと。はい、ああ、そうだね。で、駅地から非常に便利なんですよ、みたいなね、感じでこう、お話ししてて。で、ありったけの笑顔でね、こう、部屋をこうね、素晴らしいじゃない。プレゼンするわけですよ。で、そしたら、中に入ったらね、あ、部屋いい感じだよな、みたいな感じで、ちょっとね、態度が変わって、男性食いついてる感じがするんですよ。でも、隣で女性が、けげんな顔してるんです。あら。みたいな。なんだろう。で、またね、こう、男性にこう、言ってるんですって。で、結果、そのカップル、断りを入れてきたらしい。ああ、そうなんだ。ああ、ダメだったんだっていう感じでね。で、数日後、その部屋は、別のお客さんで、女性なんですけど、女性の一人暮らしで、契約が成立したんです。ああ、そうなんですね。そっからです。そっから、不可解なことが起き出すんですよ。あのマンションの、他の部屋のね、はいはい。方からクレームが来るんです、でもおかしいんですよ。そもそもね、管理会社へクレームがあるから連絡してくださいっていう注意書きがあるんですよ、契約書に。なるほど。でもネットの不動産屋やから。もう言われても。あ、そうか。対処できるっていうことだね。どっか通さなあかんから。うん、でも何かある場合は管理会社へと。うん、でも普通のね、不動産会社でも大抵そうなんですけど、うん、もう管理会社に連絡してください。でも何で直接してくんだよ、みたいな感じでね、はいはい、こう、対応してたんです。はい、そしたらね、その内容っていうのが、子供の泣き声がうるさくて、寝れないんだけど、みたいな。騒音っていうかそういうこと、その泣き声の。泣き声、うん、音問題。子供のね、泣き声がうるさいと。で、女性からの連絡だったんですね。はいはい。で、不思議なことに、その他のね、部屋からも、同じぐらいのタイミングでクレームが来てるんです。みんなうるさいと、じゃあ。そう。一様に子供の泣き声がうるさいって。何これみたいな、うん。で、しかもね、時間帯がバラバラなんですよ。ある人は、夕方の4時頃。うん、ある人は夜の7時頃。もうバラバラなんですよ。で、4、6時中、泣いてんのかみたいな。ちょっとおかしいね。でね、一番不思議なことが、ここ、子供をお断りの物件なんですよ。あ、もともと？で、1LDK で、はあ、その、単身者もしくは、その、同性とかカップル。のみってことね。のみで、うん。お子さん、お断りの物件やから、入れないんですよ。もともとが。で、そうなってくると考えられるのがですね、新しい入居してきた女性が嘘をついて、子連れだったパターンね。で、それか、他の部屋のカップルが子供生まれて、しばらくダマで住んでたっていうね。そうだね。そのパターンです。ね、でも、こうなってきたら管轄外なんですよ。
もう手に負えないと、管理会社にこっちからも連絡して任せようってなって、でもね、おかしいのが、あのその数日後にね、その N の上司のですね命令でそのマンションちょっと見に行くことになるんですよ。で、あのとにかくね、作用車で近くまで行って待機しといてくれとしか言われないんですって。はあ、はあ、だから不動産のね、車で行って、近くでこうね、ちょっと止めて、待機してたんですって。はあ、何の時間みたいになって。意味がわからない。わからない。ね、飲んだら携帯が鳴るんです、はあ。で、2時間ほどですよ。経ってから携帯が鳴ってね。うん、そしたら、その上司が言うには、今すぐベランダの方に回ってくれって言うんです。ベランダの方に回ってくれって。はあ、何なんですか、いいからおかしいとこがあったらバレないように動画撮ってこいって言われたんです。ああ、そうなんだ、うんうん。これは何かしらのね、うん、証拠というか、うんうん、掴んで、そうだね、まあ、うん、相談する方に持っていくのかなみたいな、いろいろ考えながら、しぶしぶベランダの方に向かったんですね。うん、で、あの例のあのマンションのね、はい、ところまで行って、で、入居した、新しくその入居した女性の部屋のところ、はいはいはい、このベランダの方でね、うん、この部屋の部分でね、上下に揺れながら、おぎゃー、おぎゃー、おぎゃーってね、こう、おぎゃー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 って声が聞こえたから、はいはいはい、おぎゃー、おぎゃー、おぎゃーって聞こえるなと思って、その部屋のベランダのところをパッて見たら、うんうん、こう上下に揺れてるんですけど、うん、赤ちゃんがいないんですよ。え？おぎゃー、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 おぎゃーって言ってるんです。女性が、女性が赤ちゃんの泣き声で、おぎゃー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 、俺うまいことできないですよ、赤ちゃんの泣き声。まあ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 、いや、上手だったよ。おぎゃー、おぎゃー、うまいじゃん。おぎゃー、いやいや、言うてんすよ。おぎゃー、おぎゃー、めちゃくちゃ怖いでしょ。で、やばいってなるよ。女性が、こう、赤ちゃんの泣き声を真似とると。で、怖いから、こう言われた通りバレないように、ちょっと動画撮って、ね。よく撮ったね。撮って、よく撮れた、ね。しばらく回してたら、うん、なんか、落ち着いたかのように部屋戻ってったんです。あ、なるほどと。すぐに会社に戻って、上司に報告したんですよ。やばかったっすよ、あの物件、つって。でね、こうこうこうでって説明するじゃないですか。はいはいはい。そしたら、それから数日後なんですけども、より衝撃的なことが発覚しましてですね。どうやら管理会社がね、別の日に様子を見に行ったらしいんですよ。はい。そしたら、その時は、別の部屋の、その女性とは別の部屋の住人の男性がベランダ出てきて、おぎゃー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 って言ってるんですって。え？別の部屋か？めちゃくちゃ怖くない？なんだこれ？男性が、おぎゃー、おぎゃー、おぎゃーって言ってたらしいんですね。もちろん、だから誰も抱いてない。見えない赤ちゃんをあやすかのように上下に揺れながら、だから多分こうなってんじゃないですか？怪してるつもりなんかね、わかんないけど、ね。わかんないですけど、赤ちゃんの声でなんか言うとるんですって。怖っこれ。でね、その、管理会社の報告があってからですよ。うん、はあ、一つね、別の部屋が開いたんですって、うん。はい。そしたらね、赤ちゃんの泣き声がするっていうクレームがなくなったんです。なんでだろう。あのね、そっからですよ、うん、クレーム一切なくなって、で、まあまあ見に行ったら、別に何にもね、普通のね、感じで、うん、だもう予想ですよ。はいはいはい。予想ですよ。そのね、部屋とかじゃなくて、うん、建物なのか、土地なのかわかんないですけど、うん、どっか部屋が一個空いてるところに、うん、その赤ちゃんの幽霊がいるんですよ。何ですか、これは。埋まると、埋まると始まるんだ。誰かに出て行かそうとするのか分かんない。ああ、でもそういうことか。うんうん、そっちじゃない。出て行かそうとしてんだよね。追い出そうとしてんすよ。ああ、なるほど。自分がもともと住んでて亡くなった家の上に建ったマンションかもしれないし、理由は全く分からないんですけど。なるほどね。で、この N 君なんですけど、うん、今ちょっとその不動産辞めちゃったんで、その後ちょっと調べることはできないんで、ここまでしかない情報なんですけど、っていうので、めちゃめちゃすごいじゃん。くれたんですけど。タクシーの運転手しとったって言ったじゃないですか。ちょっと10年以上前にね。お話もありましたもんね。そうそうそう。で、その頃って、うん、まあ、10年以上前は、うん、今だとさ、こう、ちょっと大きめのさ、ワンボックス系のタクシーってあるじゃないですか。はい、よく使います、僕も。ね。で、タクシーって、うん、
その頃、親父がね、タクシーの運転手してたエリアとかでは、うん、こう、あんまりなかったんですよ。ていうか、うん、あのタイプっていつからできた？昔なかったよね。ないない。俺もなんか最近になって気づいて、あれ昔なかったなと思ってるもん。うん、いや、そうなんですね。で、ちょっと、このワンボックス系のタクシーに乗ってくれってね、うん、会社命令で言われたんですよ。あ、なるほど。はい。で、あのタイプのタクシーって、うん、ユニバーサルデザインタクシーの略 UD って呼ばれてるらしくて、僕はちょっと知らないですけどね。へぇ、ワンボックスだからね、多分思い描いてるのってちょっと大きめのやつでしょ。そう。もうちょっと違うのかもしれない。ワンボックスなんで。そうなんだ。うん、でも、まあ、でかいのね。うん、わかるよ。なんとなくだけどね。大きいやつ、ね、イメージが、うん。そうそうそう。で、誰もが安心して、利用しやすいことを目的とするタクシーなんです、あれ。あ、それで UD なんだ。そうなんです。で、設計されて、車椅子、ね、の方でも、こうね、乗りやすいという。聞き慣れないじゃないですか。うん、MD とかね。ED とかだったらよく聞き覚えますけど。いや、MD も最近は聞かないでしょ。MD は2つの意味で聞かないけどね。ね、MD。聞かなきゃ寝るな。ねえ。まあ荷物もね、たくさん入るというね。で、国土交通省のですね、認定を受けて、こう、タクシー協会でね、こう、講習を受けないとダメだと。で、扱いがあるんだ。ね、他のタクシーの運転手は普通のハイヤーみたいなね、うん、感じで運転してるじゃないですか、うん、セダンタイプので。で、はいはい、親父的には、あ、俺特別なんやって思ったらしくて。あ、ちょっとなんかね、うん、特別な運転してるぜ、みたいな、ね。俺は特別なんやっていうね、若干中二なとこあるんで。まあまあまあ、痛いでしょ。よく注意しておきましょう。うん、俺特別なんだし、みたいな感じでね、はいはい、乗ったんですけど、それとは裏腹に、やっぱり地方のね、うん、お客さんは、そういう見たことがないタイプのタクシーは使わないんですよ。うんうん、ああ、そうなんかそう、介護施設の車とかと勘違いしちゃうから、ちょっと大きいからね。見慣れないからね。で、空車で流してても、うん、乗ったあかんもんやって思ってんですって、みんな手上げないんですよ、ね。はいはいはい。知識がないと、ちょっとわかんないのかな、めちゃくちゃ給料下がるやないかいって思ったんです。運転しながら。全然特別じゃなかったの。全然止まれんやないかい。で、親父は考えるんです。はいはい。いろいろ考えた結果、老人ホームの車、デイサービスの車に、うん、若干見えるから、うんうん、ね、手が上がらないやったら、逆にこっちからプレゼンかけて、はい、老人ホームとかのね、事務局にちょっと掛け合って、で、実際の車をこう見せてね、うん、で、これの利便性とかね、で、私はこういう免許を持ってるから、これ運転できるんです、つって。で、車椅子のお客様の付き添いなしで利用してもらえると。うん、なるほど。ね。アピールね、営業みたいなね。そう。プラス、その料金は、そのタクシー料金と同じやからさ。はいはいはい。お得ですよと。得でしょ、つって。で、チラシとかをね、こう貼ってもらうような努力をしたんです、親父ね。はい。そしたら、パパッと、5軒の老人ホームから。すごいじゃん。うん。入居者の方々がね。そうか。そうそうそう。うん、病院とか、やっぱクリニックに行く人とか、うん、こう、ちょっとね、自宅に戻るとか。うん、いや、わかる。ね。すごいその足って必要よ。でしょ？うん。で、買い物もしたいから、やっぱ女性の方はね。すごい。で、予約電話が入るようになったと。うん、で、なんやったら、貸し切りで、鎌倉観光今日したいんだけど、とか。すごいいい仕事だよね。いいでしょ？回るからさ。うん、そうだね。お金も入ってくるし、うん。あ、これはいいなと。で、まあね、親父、もともと営業マンもやってたんですよ。で、まあまあ、僕の親父ですから、うん、まあまあ、達者ですわ。そうね、まあ、回るんですよ。だってね。はい。詐欺の親玉。やめとけ。誰が詐欺の親玉や。詐欺の親玉の親父、もうどえらいことになってますよ。そうよ、うん、ね。で、おしゃべり達者やから、はいはい、こうね、いろんなところをね、プレゼンして。うん、で、ある施設からですね、うん、で、電話予約が来て、月に2回ほど病院への往復で使いたがってる、堀江さんという、おばあさんなんですけども、はいはい、がちょっと使いたいということで。うんうん、で、会いに行ったらこう足腰が弱くてね。うん、で、病院でこう車椅子に乗せて、看護師さんにお願いして診察終わるまで、うん、病院の敷地内で、こうやって待ってて、ね、で、おばあさんまた来たら、こう乗っけて戻るみたいな。うん、で、
最初のね初対面の時は、はい、堀江さんすごい無口な人でね、なんかこう親父もどう心を開いてあげようかみたいな、まあ、タイプあるからね、あるある、なんかね喋んない人もそうそうそうなのかなとかね、やっぱこうね関西人のさ、うん、おじさんのバーって喋るやつやったら、うん、おばあちゃんうってなる可能性あるやんか、うん、で2回目3回目になってくると、うん、親父もさ感覚分かってくるからさ、うん、こういう、ね、押し引き分かってるスタンスだなみたいな、そうそうそう、そしたら徐々に堀江さんが、自分のね身の上話とかどんどんしてくれるようになやったら、ホームでの悩みとかさ、その家族間の悩みとか心開いてきてね、でこう話してくれるようになって、何回もこう迎えに行くとね、やっぱ堀江さんの体調も分かるようになってきます、あ今日はいいなとかね、今日調子ええなって、で今日体調良さそうだねみたいな、なんかいいことでもあったのって聞いた時に、昨日ホームでお誕生日会してもらったの、あいいじゃん、うん、感じだったんですけども、うん、その次のね瞬間には、うん、ちょっとそのひどくちょっと悩んでるような感じのテンションの下がり方したんですって、ほういいことあったけどその反面みたいな、でどうしたんって聞いたら、うん、実は今ホームに入ってるのは1年ほど前に、うん、兄弟が亡くなったと、うんうん、で兄弟が亡くなって、で葬式の後に、うん、身内と親戚、うん、こう揉めたんですって、うん、いろんな、はい、ねことで揉めて、でそこの場所に居づらくなったからもうホームに入ったのよ、あ堀江さんは、ね、堀江おばあちゃんは、うん、なるほどね、でも次の日曜日に、うん、そのね亡くなった、うん、その兄弟って言ったけど兄妹ですね、兄ですね。兄ね、はい。お兄ちゃんの一周忌があると、うん、知らせが来たんですって、うん。でね、でも知らせは来たんですけど、うん、招待はされてないんですよ。ホームに入ってるから、迎えに来たりせなあかんからさ。ああ、なるほどね。招待はないんです。で、うん、自ら、その、出てってるから、うん。ホームに入ってるから。ね、一応、だから知らせたっていう形だけね、これはね。うん、でもね、うん、その、堀江さん的には、うん、もうすぐ私もね、メイドに行っちゃうから、うん、なんとかね、一周期のその、法要に行きたいのよ、と、うん。でね、なんかもう車の後ろでちょっともうその行きたいのよって言いながら、ちょっと涙ぐんであるんですって、堀江さんが。で、親父こうね、見ながら、ミラーで見ながら、うん、ああ、そうなんやと。なんとかしてあげたいなってこう、思ったんですよ。うん、元僧侶なんでね、親父は。あ、まあね、そういう、ね、心がね。でね、親父、その、法要がある、寺知ってるって聞いたんですって、うん、そしたら知ってると、うん、近所の自宅の近くのお寺さんだから知ってるよって、うん、そうか、じゃあその法要にもう行きましょうと、うん、僕送っていくんで、うん、でその誰もねその家族身内で、うん、ましてやそのねお坊さんも、うん、法要に来る、法要に行くものを邪魔する権利はないし。うん、それはもちろんそう。ね。資格もないからと。うん。したら、ありがとう、若見さん、みたいになってね。若、う、見、んうん、さんの言った通り、法要に行きたいので予約します、みたいな感じで、堀江おばちゃん言ってたんです。うん。でね、当日ですよ。会社にね、ある車椅子積み込んできて、うん、親父。で、乗っけてね。で、お寺さん到着して車椅子に座らせて、本堂へね、はい、こう案内したんです。はいはい。したら、身内とかね、うん、親戚からの、めちゃくちゃ冷たい視線を浴びるわけなんですよ。出てったね、まあね、ばあさんが、のこのこ来たみたいな。来てね、で、知らんおっさんがね、後ろでね、うん、なんかちょっと、チンピラみたいなおっさんが。ちょ、自分の親父だよね。ディスってるけどなんか。チンピラがね。チンピラがね。チンピラって言っちゃったよ。みたいなじゃない。みたいな残してる。チンピラじゃないんだよ。押してくるわけじゃないですか。はいはいはい、で、まあね、とりあえずその、うん、連れて行って、はい、で、とりあえずね、その法要が終わって、で、本堂へね、迎えに行ったんですって。うん、そしたら、やっぱりそのね、もともとはやっぱり、おばあちゃん家族やから、うん、でその家族 の, おばあちゃんがもう体悪いのにね、うん、もう頑張ってきて、うん、で涙流しながらお兄さんのことをこう拝むわけやから、うん、だんだんと家族とか身内とかもその冷たい線がなくなって、うん、わざわざありがとうなおばあちゃんみたいになったんですって、で、うん、で親父がその迎えに行った時にもう最初に行った時と明らかに空気がそう変わってて、うん、あったかーい表情に変わってたんですって、よかったじゃないですか、
と。で、ホームへのね、老人ホームへの、その帰り道、車内でね、こう、よかったね、来て正解やったと思うよ、みたいな感じで喋ってた。本当ありがとうございました、みたいにね。で、これでいつでも私死ねます、みたいなね。メイドに行けます、みたいな、ね。気持ちの上でね。そうそう。で、いや、何言ってんのよ。せっかくね、身内とか、こう、親戚と、また和解できたんやから、こう、時間がある時にね、もう、こう、お互い行き来してね、もう、これから仲良くしてったらええやんか、って言いながら、こう、ホームに送ってったんですって。で、それから一週間ほどした朝に、こう、会社行くとね、うん、親父が、その、堀江さんから、何時に、予約入ってます、みたいな。はい、はい。おー、そうなんやと。で、運行管理が、管理してるね。うん、その運行管理してる人から、こう言われて、はいはい、で、そのタクシー迎えに行くわけなんですよ。うんうん、でもね、こう走ってる間に、あれと、いつもの日にち、時間と違うな、ってなった。あ、いつも毎回決まってね。決まったね。そういうのって。だいたいいつもね、おばあちゃんと決まった時間ね。あれ、どっか行くんかなと思いながら、ホームに到着したんです。うん、でね、いつも通り、インターホンを押して、で、会社名と、自分の名前言って、うん、堀江さんをお迎えに上がりましたと。はいはい、で、待ってたんですって。で、待機してたら、事務の職員の方が出てきはって、うん、誰も予約してないんですけど、って言うんです。いやいやいや、ってなるよね。で、ちょっと表情こわばってたから、うん、すぐ会社にね、丸々ホームの堀江さん、向かいに行ってんけど、誰も予約してないって言ってるけど、いつ何時に誰が受けたと。その予約を。それをね、うん。うん。そしたら、会社がね、言うには本日の午前2時頃に、ご本人様から電話があって、当直の者がその予約を受けましたってね、はい、連絡が来たんですって。で、その事務員さんに今言われたことを伝えたわけなんですよ。うんうんうん、そしたら、少しお待ちくださいって戻ってね、うん、事務員の方が。で、責任者を伴って出てきたんですって。うん、なんで責任者来んねんねえ、で、その責任者の方、でも本当にご本人、堀江おばあちゃんから連絡来たんですか？言うてるから。来たって。で、ね、俺も言われたから今迎えに来ましたよって。うん、大変申し訳にくいんですけども、うん、3日前に堀江亡くなってるんですよ。3日前に、うん、って言うんです。はあ、で、身内の方がね、もう、ご遺体引き取りに来たんですって。ほう。仲良くなった、また。ああ。仲良くなった身内の方が、ね、引き取りに来たんですって。うん、で、部屋を引き払ってね、うん、こう、なんかこう、部屋をね、片付けてる時に、うん、大赤見さんへの、〇〇タクシーの大赤見さん宛てにって言って、手紙を受け取ってるんですよ。手紙渡されたんですって。うんうん、でね、その中身なんですけども、これまでね、お世話になって、で、身内とか親戚とも、和解できてね、私は今まで、心の中でね、ちょっとその、わだかまりがあったから、入れなかった、堀江家のお墓に入れそうですと。今のままやったら入られんかったの。入れそうですと。で、お迎えが、いつ来るか、今の状態わからないので、明日死んでもいいように、ここにお手紙として、文章を残しておきますと。そういう内容だったんです。うん、でね、予約が入った日、うん。午前2時で。予約が入った日ね。その開けたその日が、この堀江おばあちゃんの告別式。あ、告別式の日なんですよ。だから、まあその自分でね、親父は、なるほどってこう手紙を持ちながら会社に戻ってことの次第を伝えて、予約を自分でキャンセルして、はい、まあまあ、終わりっていうことなんですけども、ね、まあまあ、死者からの、すごいね。予約依頼電話が来たわっていうお話。10年以上前に体験した話なんですけども、田舎の方なんですよね。クラッチさんは。うん、で、前にさ、はい、生配信か、はい、七裏か、いろいろ読んでんだけど、うん、天狗の話覚えてる？ああ、覚えてますよ。で、天狗、兄貴と一緒に、うんうんうん、天狗に遭遇したり。はい、ああ、あった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 。なんだっけあれ？でも覚えてる覚えてる。で、その天狗の話に出てきた、お社がですね、はいはいはい。覚えてるかな？その、お社を抜
抜けてくと天狗がいる山に行くみたいな。なんかね、登山みたいのを、だからその兄弟でというか、なんかやってたお話っていうのを覚えてるちょっと。そう。で、そのお社がですね、はいはい、ちょっと今回舞台なんですけども、この監獄クラッチさん、の家からですね、うん、まあそのお社までちょっとね、まあ歩いて行けるぐらいの距離なんですけども、うんはいはい、年末に近づくと昔からですね、うん、あの、お餅を自宅でついて、うんはいはい、で、そのお餅をですね、うん、お社に持ってかないといけないんですね。ああ、なんかそういうのありそうですね、地元のなんかね。で、もうちょっとワクワクするじゃないですか。まあ確かにね。みたいなんで、あの、お社に行って、今年つきたてのお餅ですと、はい。で、よろしければお召し上がりください、つってお供えすると。うんで、その数分後にお餅を下げて、うん、そのお社の前で自分らで食べないといけない。ね、こう食べてるんですよね、はいうん。で、そのお社に何があるんだと、うん。お社の外にですね、首が取れてしまったお地蔵様がまず一体。お社の中に、うん首のない木でできた木造のね、木でできた昔からあるようなお地蔵様が一体。ほうほうほう。で、小さな、ちっちゃい石のね、お地蔵様が一体祀られてるんです。へぇー。ちょっとなんかね、なんか、特殊な、ね。形と材質が違ったりするね。なんか、あるんかなと思いつつ、意味合いがね。で、昔からですね、まあ、このエリアに限らずですけども、長いことね、子供が生きられる保証もなくてですね。うん、ああ、まあ確かにね。すぐに亡くなってしまうことも多かったと。まあそういった理由から建てられたんであろうと。はいはい。まあまあこうね、言い伝えがあって。で、おばあちゃんがね、生きてはった時、今も亡くなれてるんですけども、うん、あの、ご近所のおばあちゃん方が定期的にそのお社に集まってさ、うん、こう、お社でね、お菓子を持ち寄って、お地蔵様の前でお茶会みたいな、まあ、ありそう。してたんですって。風景はね。だから、それをすることによって、なんかこうね、綺麗にさ、うん、お社もされるやん、おばあちゃんが、ね。まあもちろんね、食べてって、じゃあ最後ちょっと掃除して帰ろうとかもあるでしょ。そうそうそう。で、そういうことがあったけど、今もないから、うん、今ではね、もうちょっと土ぼこりとかがもう舞うぐらいね、もうちょっと手入れもあんまされてなくて、はいはいはい、どうぞも汚れてみたい、ちょっとひどいありさまなんですって、うん。で、毎年ね、お餅を持っていくのは、うん、バラバラでね、家族の中でもバラバラだったんだけども、うん、その年、偶然にね、韓国クラッチさんが、一人で持っていくことになったんだって。ほうほうで、雪降っとる中ですよ。ふわーって吹いてる中、こうね、餅を持っていきまして。結構大変だね、なんかね。で、お社についてね、こう今年つきたてのお餅食べてください、言って、はいはいはい。で、いつも通りね、心の中で食べてくださいね、みたいな感じで。あ、気持ちを持ってね。そうそうそう。で、こうね、手合わせてね、こう食べてください、言って目閉じてね、こうやってる時に、急に後ろの天井の付近から、子供。うん。笑い声聞こえた。なるほど。みたいな。ってなるよね。なるでしょ。何ってなって。で、何ってなって、看護クラスさんもね、うん。で、そしたら、今度は、男の子、女の子、もう入り混じった数人のね、笑い声が、キャッ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 聞こえるんですって。もう、男も女も関係なくね、うんうんうん。で、キャッ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 つって、で、子供の声で、うん、笑い声だけじゃなくて、まるなんだってみたいな。なんか喋ってる。喋ってる声も聞こえるんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、なんか喋ってるなとか思ってたら、そのね、笑い声だけやったら、うん、まあ霊感あるから、慣れてはないけど、まあなんとなく別にそこまで、まあまあね、うわみたいになれへんかったけど、なんか喋ってるって考えたら、めちゃくちゃ怖くなってきて。何喋ってんだろうそう。もうね。でも、田舎なんでね、うん、近所の子供たちの、いたずらの可能性もある。うん、まあ、どっかに隠れてんのかわからんけど、みたいなこと？そう、うん。で、もしかしたら子供がね、ふざけて、で、自分がね、お社に入ってったのを、驚かしてやろうみたいな。まあ、まあ、そうか。子供だからね、ねそうそういたずらありえるんだよね、うん。やっぱやんちゃな子たちが多いから、ちびっこでも、うん。で、これは子供だった場合に、ちょっともう腹立ったから、うん、こらって言うたろうと思った。なるほど。だから、もう全速力でお社の外にバッて見に行って。はいはい。ねえねえ。ね、いないから、とりあえずこの周りを一周しようと思って、うん、で、お社の周りをね、こう、雪が降る中、こうね、うん、回って、で、ぐる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 回って、そしたら、自分のね、このザッ、ザッ、ザッっていう、この雪の足音しか聞こえへん。まあ、隠れてたらね、そう。逃げるから、逃げるから、足音聞こえるやろと思って、で、ザッ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 っていうね、足音しか聞こえへんなと思って。よしやね。
でもなんかね、うん、気配はするんだって、そのお社の周りに、うん、だから子供いるんだっていうね、確信が自分の中で出てきてるから気配がするなと思って、だから今度フェイントしてやろうと思って、なるほど、そのね、ちょっとその、例えばこう右回りでこう行くんやったら、はいはい、こう左に急に、うん、ちょっと方向を変えてね、そうそうそう、フェイントしてやろうと思って、はい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 、でザザザザでフェイントして戻って、うん、バッと追いかけてもいないんだって、引っかからないと。フェイント、子孫やないかいと思って。まあちょっと恥ずかしいよね、ね。結構大きい動きしてこうやったのに誰もいないんだよね。そうなんです。みたいなことを一人でちょっとやってて、はい、待てよと思って、うん。冷静に考えてみたら、うん、うちの近所って子供二人しかいてないよなってなったんです。ああ、そのね、村っていうか町なのかわかんないけど、うん、その中で。しかもね、小学生と高校生やったなって思いついたんです。ああ、なるほどね。仮にね、近所の家に親戚の子供たちが来てるのだとしたら可能性はあると。うん、まあ確かにね。うん、ね、でも、まあそんなこともあんまないぞと。うん、で、親城の中で聞こえた子供の声っていうのは間違いなく3歳から5歳ぐらいのちっちゃい子たち。ちびっ子たちの声なんですよ。ね、あ、怖ってなって。で、お餅を下げしてね、もう早帰ろうっつって。うん、で、家に戻ってお母さんにね、うん、こういうことあったんだよ、みたいなことをお話ししたらしいんですよ。はいはい、で、信じてくれないんですって、お母さんが。何を言ってるんだと。いないよ、つって。で、ちょっとね、ジョークっぽく、うん、いや、お地蔵さんじゃないのみたいな。あ、はいはい、ね、なんかそんなね、まあ、まあね、感じで。で、言われたんですって。うん、でね、なんかね、この監獄たちさんって、うん、ちょっと昔からね、子供の幽霊とかにバカにされるたちなんですって。ほう。子供の幽霊からからかわれるみたいな。そう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 。なんか、幼い雰囲気があるのか。あ、まあ、なんか、まあ、そうなのか。そう、なんですって。はいはい。で、結構舐められるような。気持ちわかりますよ。僕も舐められますからね。はい、感じでね。なるほど。またかみたいになったら、ちょっと落ち込んできたんです。まあ、これ余談ということで、ね。私だけみたいな。何これみたいなね。で、まあ、しばらくね、時間が経って、まあ、あの時ちょっと怖がって、お地蔵さんのね、にこう、お供え行ったのに、うん、なんかあのお社自体ちょっとね、申し訳ないなと。怖がってしまって。はい、なんかこう、お社のね、痛みとか汚れ具合がね、ちょっと気になってて、うん、で、頭の片隅にあったから、ちょっと一人でね、もうちょっと、お地蔵さんをきれいにしに行こうと。ああ、いい小屋しの、すごい小屋しのこと。でね、自分でね、こう、お地蔵さんのこう前掛け。ああ、はいはい。前掛け手作りで。え、すごいね。で、そのね、お地蔵さんっていろんな人がこう前掛けかけるスタイルやんか。あ、なんかね、赤いやつ、よだれ掛けみたいな、なんか、ね。それがね、2、30枚かかってるんです。こう、昔からなんで。だからそれを一個一個丁寧に外してね、畳んでで、自分のね、作ってきた、こう、前掛けをね、作ってで、綺麗にして、床もこう、拭いてね、めちゃくちゃ綺麗にして、で、お水と、で、ちょっと子供が食べるようなお菓子をね、こう、お供えしまして、で、ここの土地とかね、子供たちは長い間守ってくださってありがとうございますと、この前私、八代に来て、ちょっと、怖がってしまって、申し訳なかったですね、つって、うん。で、もしあの時、お地蔵さんが私に声をかけてくれてたのだったら、うん、その後ちょっとね、こう来なくなってしまって、ごめんなさいね、みたいな感じで、謝罪をしたんですって。はいはいはい。で、そしたらちょっと気持ちが晴れてね。まあそうだよね、うん、こっち側の気持ちとしてもね、はい、なんかやってあげれて、はい、いや、よかったな、みたいな。そう、うん。で、プラス、この古い前掛けをお焚き上げしてもらえる場所を見つかって、うん、はい、ああ、なるほど。あ、これは良かったなと思いながら帰ったんです、うん。で、こういった一連の行動をね、よく韓国クラスさんが相談をする霊感のある友達がいてて、うん、で、その友達にこう説明したんだって、うん、こういうことがあったんだよ、みたいな、うんうんうん。そしたらね、ちょっと待って、みたいな感じで、こう見てもらって、ほう、で、見てもらったら、なんかこう自分は見てないけど、この韓国クラスさんがこうお社に行った光景みたいなのが、こう多分見えるんでしょうね。うん、あ、なるほど、こういう感じだったんだね、そうそうそう、ね、こういう感じだったんだろうね、みたいな。うん、で、私が見たところ、お社に、まだ子供たちいるね、って言うんですって。数人の子供たちがいるよ。で、ああ、なるほど。
あの時聞こえた声っていうのは、はいはい、その子供たちなんだなと思って、うん。そしたら、お地蔵さんというよりも、あの、お社に子供たちが集まってきてるってことは、うんうん、成仏せずに、そこに子供たちがいるんじゃないかみたいな感じになったんですって。とどまってる、ね。そうそうそう。そしたら、少しでもあの世にね、早く上がって。うん、成仏してほしいなみたいな。なるほど。気持ちになったんですって。はいはい。で、まあ自分はね、こうね、お地蔵さんをこう綺麗にしてるから気持ちは晴れてるわけじゃない。うん、そうだね。ね。で、お社を掃除して、こう前掛けをこうやってる時に、うん、改めてね、こうお地蔵さんの顔をね、見たんですって。はい。そしたら、おばあちゃんの顔にそっくりなんです。自分の。亡くなったおばあちゃん。だから今まで、その、お社を、綺麗にしてた自分のおばあちゃんの顔にそっくりなんですって。あれ、おばあちゃんめちゃくちゃお地蔵さんに似てるやんか、みたいな顔をして、で、別の時にお母さんとね、このお社行った時に、この地蔵のね、顔をお母さんに見せてみたら、何かに似てないっていうことをお母さんに聞いたら、わ、お地蔵さん、おばあちゃんに似てるねって言うんです。やっぱり。そう。で、おばあちゃんにお地蔵さんがそっくりだったっていうのも、プラスアルファでその霊感の強いね、うん、友達に伝えてみたんですって。はい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 。そしたら、お地蔵様の顔がね、おばあちゃんに見えたのは、おそらくだけど、うん、そのおばあちゃんがね、そのお社をずっと気にしてたじゃないですか。うん、そうだね。で、亡くなってしまって、うん、誰もその、来なくなっている。うん、だから、その、監獄クラッチさん自体を、うん、こう、まあ、そこに読んだのは、おそらくおばあちゃんがお地蔵さんに、ちょっと入ったというか。お地蔵さんの中におばあちゃんが降りてきて、はいはい、このお地蔵さんたちを綺麗にした方がいいわよっていう、お願いね、みたいな。お願いをその孫の方に伝えたから、そのお地蔵さんの顔がおばあちゃんになってたんですよ。不思議だね、これは。そう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 。で、その友達疑惑なんですけど、うん、おばあちゃんはもう一回こう降りてきたけど、もうまた上に戻ってって。うん、で、ものすごくその、やっぱ看護クラスさんのことをありがとうっておばあちゃん言うてるわよ。ね、やってくれてねってことだね、いろいろね。で、偶然だとは思うんだけどっていうね、後付けなんですけども、うん、はいはいはい。まあ、そのね、嬉しかったと、おばあちゃんが、こう、自分を指名してくれて、その、お地蔵さんたちを綺麗にするようにね。で、人間の都合でさ、こう、お地蔵さんをそこに祀ったわけじゃない。あ、もちろんそうだよね。で、それを、最後までね、誰かがこうね、お祀りしないと、もうこのまま廃れてって、まあ、このお地蔵さん自体がこう良くないじゃない。うん、だからこう、韓国クラスさんは今私は、うん、今後どうしようか迷ってるんですと。魂抜きをしてね、このお地蔵さん自体を終わらせるべきか、私がずっと見ていくべきかというか。なぜなら、この周りにはまだ子供たちの霊がお地蔵さんを頼りにして集まってるから。うん、なるほどね。だから、そういうふうなことで私が住んでいる近くのお社では、こういった不思議なことがあるんでお話ししてくださいということで。なるほど。ちょっといただいたんですけど。とても不思議ですね。そう、怖いというよりも、こういうこともあるんだよっていうようなお話なんですが。で、もともとのだってお地蔵さんが作られた時のお顔とは全く違う顔になってるってことなんだね。おばあちゃんにそっくりなんですね。へぇー。面影が。ロンさんという方がですね、はいはい、関西にある女子大生だった時、うん、関西にある大学に通ってた女子大生の時ですね、うん、で当時ね軽音部だったんですって。ロンさん、あ、軽音はいいですよね、はい、軽音はいい、軽音、軽音ね、軽音で軽音って軽音じゃない、軽音部、第音いくつですかの測る部活じゃないよね、軽音、軽音部、はい、はい、だから20年ほど前なんでね。2000年ですよ。ああ、なるほど。ガールズバンドとかを多分カバーしたりしてたんじゃないですか、ちょっと。そうね、多分ね。で、直接ね、可愛がってもらった先輩がおったと。うん、で、その先輩からね、うんうん、シンスポ行かへんつって言われたんですって。どこの大学でもやっぱりシンスポ誘う先輩いるんだね。いるんですよ。やっぱ時代、まあ、時代っていうかね、いるんだね。で、盾やからさ、やっぱ。まあ、それはそうだ。女性なんですけど、こう、盾なんで、可愛がってもらってるから、うん、行かないといけないじゃない。うん、でも、ロンさんもともと霊感ね、うん、ある血筋なんですよ。お父さんの影響かなんかで、ね。なるほど。で、すごい見えやすい体質やから、
から、うん、ちょっと新スポにね、近づくことさえ避けとったんです、ノリさん。ああ、怖いからね。基本的に。よくないもんね。で、この声かけてきた先輩っていうのが、うん、まあ、慶応もそうなんですけど、あの、サークルにも入ってて、ほう。あの、ミステリー研究部みたいな。いいですね。はい。ミスケンみたいな。ミスケンですね。の、ノリで活動しているサークルなんです。ああ、なるほど。はい、わかります、ね。なんとなく雰囲気はね。うん、MMR です、MMR。マガジンのね、何年に滅ぶぞ全然滅ばなかったんですけど、あれはあれで面白かったですけどね。で、はい、ノブさんが霊感体質なのね、知っとったんですよ。そうですね。はいはい、だから、あえて、連れて行きたいから、でも断られると。で、ある時ですよ。まあ、そのね、先輩含め、その部活のね、メンバーとかでね、あの、夜釣りにみんなで行くからさ、ほうほうほう誘われたんですよ。もう夜釣り。夜釣りだったら楽しそう。面白そう。あ、行きます、行きます。行きましょう。でもそれ間違いだったんです。あれ？車2台でね、行くっつって待ち合わせ場所行くじゃない。うん、で、あの、釣り道具とか持ってこなくていいよ、みんなが持ってくるからって言われたから、はあはあはあ、まあ、一応ね、そのアウトドアできるような格好で行ったわけですよ。うん、あれ、うん、釣り道具持ってないんですよ。え？何何？乗って乗って乗ってっつって、うん、乗せられて、はい、はめられたんです。私が釣られちゃったよ。かわい、めちゃめちゃかわいそうじゃないですか、これ。うーつって。かわいそう、これ。もうこれはもう心霊スポットへ行くツアーですよ。これはひどいですね。はめられて連れてったんですね。気づいたら目の前には京都にあるハイホテルなんですって。入り口はね、頑丈なフェンスでこうね、バーってなってて、鉄条もガーってなっててね、入らないようになってるんですけど、まあ、僕も経験したことあるんですけど、侵入者がその後立たないんでしょう。こう、切られてるんですよね。入れるようになっちゃってるんですよ、中にね。で、その時点でもう、ノンさん、片つぶんってなってる。重い。なんか明らかに、こう、重いというか。で、ああ、もう、きついんだけどなと思ってて、もうちょっと入んのきついですよっていう。でも、先輩命令でね、一緒に、ちょっと、入ろうよって言われて。ひどいね、これ。でもしょうがないな。雰囲気もあるから。ノリもね、あるから。しょうがないですよ。中に入るんですよ。はあ、でね、そこの、京都のハイホテルなんですけど、こんな噂がありまして、うん、不倫カップル、とある不倫カップルが、うん、まあ、その不倫をね、してしまったことを、まあ、苦にね、二、うん、人で、自殺したと。そういう噂があって、で、されていって潰れたってね、ハイホテルなんですけど、はい、階段をね、登るにつれて、うん、ノンさんのさっき感じたこの肩の重みっていうのが、どん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 重たくなってくるんですって。あれ一人じゃないなっていうこの重さがぐっと重くなってって、で途中ね3階の踊り場あたりでね急にもう気持ち悪くもなってきてうーってなってきてもう吐きそうになってきて重いずーってもう座り込んじゃったの。かわいそう。でねその座り込んだ場所っていうのが後々分かったらしいんですけども、あの不倫カップルが自殺した場所だったんです。その場所っていうのは。敏感にやっぱ感じてしまうかね。で、そんなこんなで屋上まで結局連れてかれてね。で、ノンさんはですね、あの、自分の霊感がこう入ってから、どん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 敏感になるというか、うん、霊感がこう増してる気がしてきてて、はいはいはい、で、あ、これやばいなと思って、パッて横向いたら、うん、あの、少し離れたところに、タキシードを着た男性がこうやって佇んでるんですって、もう明らかおかしいじゃない。心霊スポットにタキシード姿の怖っ立ってるんですって。ミスマッチ感がめっちゃ怖いね。ね。こうやって立ってて。うわ、なんであのところにおじさんいんのつって。うん、ああ、もうこれやばいよねつって。で、ね、こう、おじさんがいてるのを、ちょっと友達とかにどうやって教えよう。でも教えたらパニックになるような、みたいな。うん、もう自分でこう、キョロキョロして。で、もう重いから、うん、いや、この重いの嫌だなと思って、パッて後ろ向いたら、おじさんがこうやって言ってるんですよ。うわ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 。おじさんついてきたんですよ。重いのっておじさんこうやって。うわ、そうだったんかい。あ、か見えるぐらいまで自分の霊感増しちゃってると。はい、もう、自分のね、気配だけじゃなくて。うんうんうん、で、自分とは、もう一人別にね、うん、霊感が強いメンバーがいたんですって。はい、その集団の中に。で、この、ノンさんの、もう帰ろうよはその先輩には届かないけど、うん、もう一人のやつが、うん、言うと、先輩と多分同等なんでしょうね。なるほどね。関係性が。もう変えることに。こいつが言うならみたいなことになると。だから、この霊感強い子が、もうここやばい多分つって、飲んじゃも偉いことになってるからつって、うんうん、やばい、変えろっていう声を
聞いてホテルを後にするんです。あ、よかったよかったね、そうやって出れてね。したらね、こうお別れ際にその先輩がノンさんに言うんですって、お前霊感やっぱすごいよなって、また誘うねみたいな。いやいやいや、その一連があったから、いやいや、いいって一回でも最悪やと、うん、もうこの大学生活私はこんな目に遭い続けるのかと、ね、引きずり回されるのか見たくなっちゃう、これ、うん、そうなんですよ。でね、うん、思って生活した矢先ですよ、はいはい、その先輩とまあ友達とかね、同じサークルのこのね、メンバーたちと普通にドライブした帰りに、その大学の周辺の地元でね、うん、寄ったガソリンスタンドで、はい、同じ大学の大学通ってる友達がガソリンスタンドでバイトしたんです。ああ、なるほど。で、ああどう、ああつってなんかこうね話して、うんうん、あ、ここでバイトしてんだみたいなことをね、うん、こう話してたら、翌日大学でこのガソリンスタンドでバイトしてた友達が喋りかけてきたんだけど、うん、あのねつって、もし違ってたら私が言うことを無視していいからねって言うんです。はい、何その灰、うん、すごい嫌なんだけど、その灰、うん、灰おかしいね。あのね、同僚にものすごく霊感強い子がいるんだけど、うん、あの、のんちゃんが乗ってた車あったでしょ、うん、乗ってた。あれって、4人だよねみたいなこと言ってて、うん。いや、そうよって。私入れて4人だよって、うん。めちゃくちゃ人乗ってたっていうのよ。パンパンに。そんなに、うん、で、あの、その辺で、ついてきた感じじゃ、ないと。ほう。もう明らかにターゲットというか、うん、狙いを定めてついてきてるんです。この4人に。ああ、なるほど。4人を何か貶めてやろう。めっちゃ連れてってやろうっていうのが、うん、こう、外で、で、見てた霊感が強い子に伝わるぐらいの、ね、この、うわーみたいな。で、車の中にぎゅうぎゅうにいてると。だから最近心霊スポットとか行ってないみたいなこと聞かれた。なるほど、なるほど。もうそれは言ってますから。言ってるからね。だから言ったじゃないと。はいはい、私は行きたくなかったんだと、うんうん。それをね、先輩に伝えたんですって。うん、したら、先輩もやっとね、分かってくれて。それで。あの、状況を知ってるからさ、その、一緒にガソスタ行って、なんか明らかに一人ちょっと不審な同僚がいたっていうのを見てたから、ね、はいはいはい、はい。あ、なるほど。つって、ノンさんはそれ以来、あの、誘われなくなったらしいんですけど、はい、その先輩が所属してたそのミステリー研究ですよ。はいはい、ね。そのサークルのメンバー。うん、これがですね、今はもう取り壊されている、うん、あの当時ですよ、絶対に行ってはいけないって言われた、うん、奈良県最強の心霊スポット橿原病院っていうところがありまして、そう有名なんだね、僕もあのこれいただいてが調べたんですけど、はいはい、まあまあやばいっぽくてですね、でこの肺病院なんですけども、うん、あの医療ミスを隠蔽してからですね、あの手術が全く成功しなくなって、もう夜逃げ同然でいなくなってるんです。すげえなんか言われがあんだね。でね、そういう状態で廃業してるから、うん、いろんなものが残ってるんですよ。ああ、なるほど。で、霊感がね、その強い A というメンバーがね、うん、あのここはマジでやばいから、うん、入らない方がいいよって言うたんですよ。うん、あのあれですよ、ノンさんともう一人霊感強かった。ね、霊感が強かったですね。こう A がマジでやばいから止めたのに、うん、やっぱ入っていくわけなんですよ。なるほど、メンバーたちが。ね、で途中で、うん、まあ B 君と C 君、うん、この二人がですね、あのちょっと様子がおかしいんだって。その様子がおかしいっていうのは、もうずっとね、あの独り言のように、うん、2階に行かなきゃ、2階に行かなきゃ、2階に行かなきゃって言ってるんです。ああ、で、その先輩も、もう見てて、うん、これやばいやばいってなってるね。これ同時に、それを言い出したもんだから、2階に行かなきゃみたいな。二人ともは、うん。で、最初ふざけてると思ったんですよ、うん。同時に言い出したから。示し合わせてね、なんかやってるのかなと思うね。でね、1階から2階に階段登るじゃない。うん、階段登って2階に着いた瞬間に、B と C、バーって走り出す。急に走り出して。いや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 、で、うん、カルテがバーって広がってるけど、うん、その中からカルテをバーって探すんです。二人でクルッとバーってカルテ探し出して。で、こうカルテ探しながら、キヌコさん、キヌコさん、キヌコさんって言ってるんです。名前言ってるんですよ、キヌコさん。誰かの名前言ってるんです、うん。で、そう言いながらね、カルテを探してて、で、もうこれやばいから、この状態やばいから、もちろん。もうみんなで、この B と C を無理やりね、連れて、車に戻したんです。はいはいはい。でね、こう暴れながらですよ、二人ね、こう、押さえて、で、車に戻して、で、みんなでこう押さえつけてる間に、この霊感強い A はどっかに電話してるんです。うんうん。で、A が、ああ、わかったわかった。
うん、そうする、そうするみたいな。とりあえずコンビニ、コンビニ、コンビニ行こうって指示出して、うんうん、で、その2台車でね、との近くのコンビニに行って、で、A がブワー走って、電話しながらね、うん、塩を買ってきて、で、あら塩を買ってきて、ね、これどうしたらいいのこの塩って、うん、これどうしたらいいのみたいな何か教えてもらってるんですね、うんうん。で、こう多分電話の向こうでなんか呪文みたいなの言ってるんですって。で、それが何かノリとか何かわからないですよ、俺は、うんうん。で、その言われるがままに、これを唱えながら塩をピーとしにバーって巻いてるんですって。で、その間、その B と C2 人なんですけども、うんうん、バーってぶつけられた塩をこう舐めながら、きぬこさんって言ってました。きぬこさんって言い出して、で、もうこう自分にかかって落ちた、その塩をこうやりながら、きぬこって書き出してるんです。もう明らかにやばいな、みたいな感じで、ずっと A がこう何かを唱えてって、それが唱え終わった瞬間に、示し合わせたように B と C がバタンって気を失ったんです。ほう。よかったっつって。これ払えたんちゃうか。で、A さん曰くね、うん、親戚にお祓いも行っているお寺があったんですって。うん、で、もうそれが頭の片隅にあったから、うん、一か八かで電話したんだって。はいはい、そしたら、まあ、私がこう電話越しに、普段行っているようなお祓い方法をやってみると。うん、で、これは申し訳ないけど、うん、遠隔でやってるじゃない。ああ、まあそうだよね。だからもう、直接じゃないからね。気休めなんだと。うんうん、で、申し訳ないが、今後どうなるかわからない。親戚の方がおっしゃってたんです。うん、で、この内容を先輩から、ロンさん、聞いたんですね。うん、でも、先輩の会話、ここで終わってるんですよ。今後どうなったか、うん、今 B と C が無事なのか、教えてもらってないんです。ってことは、ロンさんがね、B と C どうなったか気になるじゃない、うんうん、気になるね。だから、聞いてみたんです。B と C って、どうなった大丈夫なんですよねって聞いてみたら、うん、話したくないって言うんです。どうなってるかわからないです。で、その後、サークルは解散したんです。だからやっぱりね、うん、絶対に行ってはいけないと言われているようなところって、やっぱり行っちゃダメなんだなっていう。